ジャパンカップとなります。参りましょう。伊藤由紀、吹雪、レディー、ゴー。さあ、そして参ります。さあ、持ち味は受け渡しの絶妙な速さでございます。この吹雪の足ご覧いただきましょう。そして手元返りまして、あっという間に手元にディスクが返ります。おっと、これがこぼした。ファンブルいたしまして、これが2投目のスローに移ってまいります。伊藤由紀、子供投げに2投目ゴールフェリアのファンブルを挟んでまいります。2投の成功でここまで12ポイント。3投目入ってまいりますところで時間は32、31、30秒。このペースでも 6×5 の30ポイントは楽々達成できそうです。伊藤由紀、ここまでは18ポイント、残りが19、18、もう2投は最低回ります。さあ、ここで距離を伸ばしてまいります。伊藤由紀、少し力を込めてまいりまして、今度は距離を伸ばしてジャンプの始め、残りが10秒、9秒、8秒。さあ、どうか。吹雪の足は、受け渡しはご覧いただきましょう。4秒、速い、3秒、2秒、どうか。ラスト1投は収まるか。パーフェクトは31ポイント、乗ってから31が出てまいりました。では昨日の勝ち上がり、胸を石鹸。